ストリームリーリトルテレスコープは2台のロボット望遠鏡を用いたサーベイ観測でトランジット法で太陽系外惑星を発見するための観測システム及びその観測プロジェクトである。プロジェクトはオハイオ州立大学、バンダービルト大学、リーハイ大学の物理学、天文学専攻と南アフリカ天文台の共同で行われている。ケルトはアメリカ合衆国。 アリゾナ州にあるケルトノースと南アフリカ共和国のサーオにあるケルトサウスに設置された2つの望遠鏡から成り立っている。それぞれのケルト望遠鏡は4096-4096 40ピクセルのアポゲー CCD の前面に設置された4.2センチメートル後径の格子野望遠レンズで構成されている。また狭い視野での観測モードのための7.1。 センチメートル口径の強角レンズを設置することもできる。ケルトノースではアポゲー AP16E カメラを使用しているが、ケルトサウスではアポゲー U16M を使用している。高額アセンブリとカメラはソフトウェアビィスク社製のパラマウント ME マウントに取り付けられている。ケルトノースはアリゾナ州その板のワイナーオブザーブトリーに設置された望遠鏡である。ツーソンからは 車で1時間程度の距離にある。ケルトノースは2004年にこの天文台に設置され、2006年に観測運用が始まった。以降、危機の故障や悪天候による中断を挟みながらも、継続的に稼働している。ケルトサウスは、南アフリカ共和国サザランドに、サーオが所有し運営している、天文観測地点に設置されている、望遠鏡である。 ケープタウンからは北方に3 7 0キロメートル離れた位置にある。ケルトサウスは2009年に設置された。ケルトは見かけの等級が8から10の構成をトランジットする、境外惑星の発見を目的としている。この明るさは、視線速度法を用いた、境外惑星サーベイ観測の対象となる構成の、明るさよりはわずかに暗いが、トランジット法を用いた、 大部分のサーベイ観測の対象よりは明るい。二つのケルト望遠鏡は、あらかじめ決められた空の領域を、天候の良い日は、毎晩連続的に観測する。観測の際の露光時間は、すべて150秒であり、ケルトがターゲットとしている明るさの構成を観測するのに、最適化されている。二台の望遠鏡の内先に設置されたのは、ケルトノースで、 前述のように2006年に観測を開始した。以降2020年3月までに26個の惑星を発見し、プロジェクトに関連した数十の論文が出版されている。ケルトの観測のうち惑星トランジットの検出を目的としたものは2020年3月に終了することが発表された。同様の機能を持つトランジット系外惑星探索衛星の運用が始まったことが 理由に挙げられている。トランジット以外の観測や蓄積されたデータの処理、公開は引き続き行われる。ケルトは現在までに複数の系外惑星と少なくとも一つの褐色矮星を発見している。また、以下の褐色矮星も発見されている。ありがとうございます。